はいどうもこんにちは。2023年の史実データが反映されたウィニングポスト10/2024、前回の動画に引き続き体験版のデータから現役史実馬のデータがどう変わっているのか、今回は2023年に古馬戦線を戦った馬を見ていきます。大まかに路線別にダート、短距離、マイル、中長距離の並びで結果を残した馬や話題に上がった馬の一部の紹介になります。ということで見ていきましょう。距離不安説がささやかれながらも、終わってみれば春秋ダート制覇、 G1 を3勝して飛躍の年となったレモンポップ。当然能力は全体的に大幅アップ、特性も大舞台など計4つとかなりの情報修正となりました。地方遠征もこなし、国内完全連帯中であるのに対して、23年のドバイ GS、 24年のサウジカップと海外遠征では2度の大敗はやや気がかりですね。23年は川崎記念制覇に始まり、ドバイワールドカップを勝利、暮れの東京大賞典も制して中距離ダート界のトップを守った牛バテソーロ、無印版の時点でかなりの高評価でしたが、スピードはさらにアップして国内ダート馬では歴代でもトップクラスの評価になりました。もちろんドバイ校舎の特性も追加され、ゲーム内で勝利の再現は難しくないと思われます。24年はサウジカップ2着からドバイワールドカップへ、遅咲き7歳馬のさらなる飛躍はあるのでしょうか。地方へ転出も経験しながら中央復帰し、7歳にして悲願の G1 勝利を挙げたファストフォース、6月には引退を表明し、結果として優秀の美を飾る形となり、能力値は確定となるでしょう。スピードやパワーの大幅アップに加えて、成長型が万世へと変更になっています。ソダシのゼンマイで重賞初勝利を初挑戦の G1 で決めたママコチャ、ウィニングポスト初実走です。評判自体も血統的にも若い時期から低くはなかったので、初登場というのはやや意外な気はしますが、 G1 馬とはいえまだ重賞1勝ということもあり、スピード値自体は控えめ、安定した成績から根性、賢さ、精神力は高めとなっていますし、初期特性もなかなか優秀なものとなっていますので、レース選択次第でかなりの活躍ができそうになっています。ビクトリアマイル、安田記念と東京1600の G1 を連勝、23年から新設された JRA 賞最優秀マイラーを受賞したソングライン、22年に安田記念を勝利しており、すでにマイル路線では世代トップクラスでしたが、 G1 を2つ追加したことでさらに能力値はアップ、歴代牝馬の中でも上位に入るスピード値となっており、瞬発力とパワーの底上げ、特性、大舞台の追加とかなり強力になっています。2歳児から上位評価を受けながらも勝ちきれなかったナミュール、秋の富士ステークスで1年半ぶり勝利からマイル CS では直線一気の G1 初勝利、春のソングラインに続きボバ勢を一周したことで特性、ボバコンボが追加、全体的な底上げに加えて成長型は遅めへと変更されました。現実ではマイラーという評価だと思いますが、オークスを構想している実績上、ゲーム内においてはかなりオールマイティに走れそうな能力値となりました。宝塚記念ではイクイノックスに差のない2着に突っ込み、挑んだ世界最高峰の凱旋門賞では4着と大健闘したスルーセブンシーズ、23年頭に3勝クラスを勝ちオープン入りしたため、ウィニングポストは2024が初実走となります。高レベルの瞬発力とパワー、噛み合う特性を生かせば育成次第では十分にトップクラスで戦えるステータスとなっています。22年の牝馬2冠馬スターズオンアースは23年も3着内率 100% を継続、中距離路線ではボバも含めてトップクラスであることを証明しています。勝ちきれていないとはいえ、相手にしている馬を考えれば当然の能力アップ、中でも賢さは初期値レースにアップしており安定感を再現、すでに8億を稼いでいる名品ですが、実はまだ3勝、24年の活躍で史上最強の3勝牝馬の称号を返上できるかどうか。
サウジカップで13億の逃げ切りを見せたファンサラッサは、記憶も記録も残して現役生活を終了しました。世界最高賞金額のサウジカップ勝利は驚きですが、成績そのものは順調とは言えなかったのも事実。実績から相対的に見ると高すぎるようなスピードになりましたが、勝ちにくい大逃げ客室と考えれば、これぐらいがちょうどいい成績に収まるのかも。瞬発力 G で芝田と両用の高能力大逃げ場ということで、架空馬生さんにとってはかなり面白そうな能力値になりました。3歳の早い時期からいずれ G1 の舞台に立つだろうと言われ続けて、5歳にしてようやくスタート地点に立ったプログノーシス。 G1 では強敵相手に勝ち切ることはできなかったものの、 G2 戦は圧勝で現役上位能力は示してのウイコ初実装。サブパラはかなりの評価となっていますが、 G1 未勝利のためスピード値は史実で思う能力に比べるとかなり低めかなという感じです。ほぼ 2000m 専門かつ若い時期に順調でなかったので柔軟性と健康が最低クラスで、ウイポ2024で活躍させるためには一工夫必要かもしれません。世界レーティング1位、日本歴代獲得賞金額1位、芝 2000m の世界レコードを樹立。完璧な実績と評価を残して引退したイクイノックス。無印版でもかなりの能力でしたが、そこからさらに大幅アップ。最高クラスのレース性能に加え、弱点だった精神力と健康も克服。さらにもちろん追加された固有特性は、 2000m 以上の G1 レースなら条件問わず確率で発動する超強力仕様。現役でも生産でも大活躍してくれることは間違いありません。遅咲きでしたが評判通りの活躍で、22年に G1 戦線に立ったジャックドールが、23年の大阪杯で悲願の G1 初勝利を挙げました。その後は安田記念でマイルに初挑戦、連覇のかかる札幌記念では道悪もあり敗戦、天皇賞秋では前年のパンサラッサと同じペースで逃げるも策がはまらず大敗。 G1 馬とはなったものの、大きすぎる期待に比べるとやや足踏みしたという感じでしょうか。無印版からはスピードの微増にとどまっているのは仕方ないかもですが、 G2 大賞の特性は外してあげてもよかったのでは。イクイノックス世代の菊花賞3着馬ジャスティンパレスが、23年の天皇賞春を制して G1 ホースとなりました。また中距離の宝塚記念や天皇賞秋でも前線し、成長型は早めから遅めに変更、スピードは70の大台に乗りました。23年の実績からイクイノックス不在となった日本競馬界を背負う一頭で、24年は初となる海外遠征、ドバイからのスタートの予定です。豊とのコンビで語られることの多いドウデュースは、暮れの大舞台有馬記念で3勝目の G1 制覇。ドバイターフは直前で出走取り消し、天皇賞秋では直前のトラブルで当日乗り換わりと、何かと不運もありましたが、大一番で全てを取り返しました。もともと高かったステータスは有馬記念の勝利を受けてアップ査定、なぜかなかった特性も3つ追加してもらいました。育成すればイクイノックスとも十分戦える能力となっており、こちらも24年の日本競馬界を引っ張っていく立場の一頭です。ということで、23年古馬世代で戦った馬の一部の紹介でした。イクイノックスを筆頭にかなり高いレベルだったこともあり、まだ能力変動がある状況としては高めの能力を割り振られている感じです。史実馬に挑戦するのも、現役世代から最強配合を作るのも、新作ウイポならではの楽しみといったところですね。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。